ちは、シローズキッチンです。今日はじゃじゃん、でっかい島味。いやー、立派な島味です。ちょっとね、鮮度がいいんで、刺身しか選択枠が思い浮かびません。まあとにかく、今日はこれを、そうですね、花作りにしていきたいと思います。それではレッツスタート。はい、それではまず鱗を落としていきます。それでは、アジ科のお魚にはここに前後という硬い鱗があります。まずはこれを取り除いていきます。はい、それでは次は頭をカットしていきます。それでは血合いを洗い流していきます。はい、それでは3枚に下ろしていきます。それでは腹骨を描いていきます。はい、それでは、二分割にしていきます。それでは皮を引いていきましょう。はい、それでは刺身に切っていきます。それでは盛り付けていきます。
ダーン、完成です。わお。それでは、いただきまーす。鮮度がいいんで、この身に締まりがありますね。ただ、まあ、やっぱり養殖の島味ということで、油っぽさがちょっと癖あるかなって感じなんですが、まあ、美味しい島味でした。まあ、養殖もね、随分技術が上がってきたんで、いいかと思います。養殖も美味しい。じゃじゃじゃん、八海山青ラベル、うん、それでは乾杯。うまい。今日も私の動画を見ていただきまして誠にありがとうございました。また高評価、チャンネル登録の方もどうぞよろしくお願い申し上げます。おいしい。 I know you told your friend you're not okayTell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.